最後までご覧いただきありがとうございます。実はですね、こちらで、こちらのホームページで使用しているすべての画像は、インクスケープのみを使用して作成しました。これから実際にその作成データというものをお見せします。こちらが、えーまあ、この画面がインクスケープの画面だということはお分かりいただけるかと思うんですが、このようにヘッダー画像ですとか、メニューボタンのデザイン、さらには このご購入ボタンのデザイン、えー、最初の見出し部分、こういった価格表示部分、えーまあ、別のページでこういったご購入の流れというところで表示させている画像、こういったものすべてインクスケープで作成しています。えー、なので、例えばです、ね、価格に変更があったときなどは、簡単に、えー、このように編集することが可能です。 えまた、ですね、この中でおそらく一番あの目についた部分かと思うんですがこちらの画像これらもインクスケーブルで作成していますのでえ実際にですね、これらは動画マニュアルの方で詳しく解説しているんですけどもまあこちらはあの最初の動画でご覧いただいた部分なんですがこのような切手風のデザイン。 切手風の写真加工ですとか、あとこのようなです、ねえー、と写真が何枚も並べたようなこういったヘッダー画像、えー、またこういった芸能人のブログ、オフィシャルブログなどでよく使用されているような、えー、大きな顔写真があってブログタイトルがあるようなこういったヘッダーデザインも自由に作成することができます、えー、例えばですね、こちらの場合 えーまあ、制作時間としては10分程度なんですがこれをですね私のようなウェブ制作業者に依頼すると大体、まあ、いい相場が1万円程度かかってしまいますこちらも同様に相場が大体いい1万円程度かかるんですが、えー、これをインクスケープで自分で作成すれば費用がかからないのはもちろんなんですがたった10分で作成できますし、えー、例えばですねこの文字の色が 文字の色を変えたいなという時にいちいち業者に連絡をして赤色にしてくださいという手間はありません自分でワンクリックです好きな色を選ぶことができますこの写真についてもご自身の写真をここに貼り付けることも可能ですしもちろんこの写真の切り取りについては詳しく解説していますこのように時間もお金もかからないという ととても大きなメリットがあると思いま,すまたこちらにつきましてはちょっと車が飛び出したような写真加工も簡単にできますしこのようなイラストでしたら2分程度で作成できますまたこちらもオリジナルキャラクターのイラストなんですけどもこういったものも簡単に作成できます当然イラストですので後から自由に色を変更したりですとか形も自由に変更することができます このように、えー、とあとはこのサングラスと時計なんですがこれらは一見写真かと思われがちですが実は2つともイラストなんですこのサングラスも私が作成したイラストですので例えばレンズの色を変更することもできますしレンズを外すこともできますこのパーツ1つ1つを分解することもできますこのようにですね いろんなパーツが重なっているだけということが、えー、お分かりいただけるかと思います、えー、またこの時計なんですがこれは私が過去にですね一番時間をかけて作成したイラストなんですけども、えー、こちらも当然分解することができますまず数を、えー、影を削除してこのようにですねパーツ一つ一つが分解できますなぜならこれは私が作成したイラストだからです写真ではありません えーとですね、あと、この文字盤の部分もかなり細かい作業にはなってしまうんですけどもすべて一つ一つパーツが重なっているだけですこのメモリーについてもこのようにですね一つ一つ私は作成しましたなので時間はかかってしまいますが誰でもこのようなイラストは作れます何も難しいことはありません このような、えー、ちょっとハイクオリティのイラストの作成方法についても、この、えー、動画マニュアルでは詳しく解説していますので、ぜひそちらをご覧ください。えー、またですね、えー、こちらのバナーなんですが、こういったものはどこで使用しているかというと、えー、このホームページの方でも、えー、少しご紹介させていただいたんですけども、こちらの私が運営しているインクスケープの使い方、えー、サイトなんですが、こちらで ここに使用しています。えー、また、ページの一番下のこちらでも使用しています。おそらくですね、この動画を今ご覧いただいている方の中で、こういったバナーをクリックして、このようなバナーをクリックして、こちらのサイトに、えー、ま飛んできたよという方が多く見えるんではないかなと思います。このようにバナーがあるかないかで、かなりクリック率が変わってしまいます。例えば、 こちらにですね、ただのテキスト、文字で、えー、ここをクリックしてくださいというようなリンクを貼っていただけではなかなか気づかれない場合がありますこのように視覚的に訴えることでえこれはなんだということでクリックされやすくなりますなのであのホームページやブログをお持ちの方でビジネスされている方で、えーまあ、こういったバナーを自分で作れるようになったらいいなと、えー、思ったことがある方がかなり多いと思います それが実現可能なのがインクスケープです。インクスケープは本当にどんな画像でも作れないものはありません。先ほどのです、ね、時計の画像を見ていただいても分かるかと思うんですが、これが作れれば何でも作れます。あの時間をかけるかかけないかだけの話になります。このようにです、ね、インクスケープで作れないものはないんですが、こんなに便利な無料ソフトなのに、 インクスケープの知名度はかなり低いです。なので、インクスケープについて、えー、使い方について解説しているような日本語のサイトや本は本当に少なくて、えー、なかなかですね、満足できるものがありません。私も、えー、インクスケープを始めたばかりの頃はかなり苦労しました。ほぼ独学でやりましたので、えー、かなり苦労しました。今ではこのような、えー まあ画像を自由にです、ねかんえー、簡単に作成することができるようになったんですけどもこれらを作れるようになるまでに私が数年かかったんですがこれをこの動画マニュアルの中でぎゅっと詰め込んでいますこれまで私が数年かけて身につけた知識や経験がこの動画マニュアルには収まっていますなので 今日インクスケープを始めたばかりの人でもこの動画を見,れば見さえすれば簡単にですね同じものを作れるようになりますなぜなら動画と全く同じ方法で全く同じ手順で操作すればいいだけの話だからです何も考えることはなく動画と全く同じ動作をするだけです それを何度も繰り返していくことによって、えーあのーまあ、自分なりのやり方というものもどんどん出てきますし、えー、あとはですね、えー、分からなければ操作が分からないところがあれば一時停止したり何度も繰り返し再生することによって分かるまで見ることができます、えー、この動画マニュアルは必ずあなたのお役に立てると思います、えー、ぜひ ご活用ください最後までご覧いただきありがとうございました。